ミトタンあるいは OP トリプル D とは稀な疾病である副人皮質癌の治療に使用される薬物。ミトタンは科学的には DDT の異性体でありトリプル D 誘導体。日本ではオペプリムの商品名でヤクルト本社が販売する。副人皮質の細胞のミトコンドリアを選択的に阻害することで、薬理的に副人皮質排除、すなわち 副腎皮質の細胞を不可逆的に障害して殺滅する。手術適用とならない重度のクッシング症候群や副腎癌に用いられる。ミトタンはコレステロールオキシダーゼも阻害するので、服薬すると高脂血症を起こしやすい。なお、本在は脳に機能障害を引き起こして認知症などを発症することがあり、特にミトタンの血中濃度が20を超えると、 中枢神経障害が起こりやすいとされる。ミトタンを人に対して傾向を投与すると一部が消化管から吸収され未吸収分は大便中に排泄される。ところでミトタンは使用性が高く生体に蓄積しやすい化合物として知られる DDT の類似物質であることからも予測できるようにミトタンもまた使用性が高い化合物であり吸収されたミトタンは 主に死亡組織内に蓄積される。このため、分布溶石も大きく、仮に血液透析を実施しても、ミトタンを効果的に体内から除去できない。参考までに死亡組織の次に比較的高濃度に分布する組織として、副人が挙げられる。なお、人の体内で代謝されたミトタンは、ある程度ながら水溶性が上がるため、 ミトタンの代謝物は主に尿中へと排泄される。ミトタンは犬の下水体制のクッシング症候群の治療にも使用される。この投薬により副腎組織の破壊を制御し、コルチゾール酸性抑制を促す。ありがとうございます。